本当にあの人にチョコ渡すの？うん、あの程度なら目をつぶれる。できもした陰を結ばない指ペキペキになっちゃってる。逃げることないだろう、ヒロシ。せっかくのチョコレート届けに来たんだ。さあ、この俺を倒して奪い取ってみろ。それは無理。きっとあなたは人が越えてはいけない壁ですから。かわいいかわいい俺の娘が用意した大事なチョコ。いらんと言うならお前を殺す。しければ俺を殺せ。どっちにしろ死亡決定じゃないか。おじさん落ち着いて。ただのキリチョコですから、この前世話になったからくらいの気持ちですよね。俺の分は